もうこれまでに最高。そうですね、パンチさん、これまでの日米野球のナンバーワン。はい、もうあの10年前、20年ぐらい前にね、パンチョさんがね、メジャーリーグの話しよったんですよ、はい、このさ、何読んだ思ったんですけどね、両方身を結びましたよ。仲良く、仲良くお願いします。今日の先発はブルージェイズのヘントゲンでした。これは初回です。先頭の松井、松井がもうこのシリーズ田中裕基に代わっての出場なんですけれども、よかったですよね。そして続く和田の時に松井はすかさずセカンドへスチールです。パンチさん、いい球出せますね。キャッチャーピアッツァなら走りますよ。あれ、ね、今のでダメなんですか。まあメジャーリーグとしてはね。おりゃ、まあ、和田フォアボールでノーアウト二塁一塁となります、はい、そして第2戦以来の先発出場、イチローがレフト線を破って全日本2点を先制します。どうも昔からね、変化球投手には日本のバッターはよくついていきます。日米野球、弱かった時でも、ね、ということでこのカーブも泳ぎながらも打てる。まっすぐの速いのは難しいけどね、なかなか。そういうことですよね。全日本は一郎松井のタイムリーで初回に3点を先制します。しかし2回に2点を返されて3対2。これは3回です。2番手星野からワンアウト1塁、ピアザです。これ入っちゃう、いいですね。一つで入る、本当驚いたね。左手1本で持っていきました、ピアザの。しかしパンチさんのこれね、はい、片手で打ってると言いながらもね、頭は残ってるし軸はブレてないんですよね、だから飛ぶんですよね、もうこんなにね湧いてるメジャーリーグのダグアウトはね、いかに真剣かということ。そうですね、メジャー逆転に成功しました。これは7回です。ワンアウト2塁1塁からボンズとシェフィールド。いや、ブルシー、ボンズはね、今年あのメジャーリーグ史上2人目のね、40ホーマー40盗塁、やるぞやるぞと思わせてズバッとやってのけた。しかし全日本も負けてはいません。8回です。パリーグの俊足コンビ、ホークス村松とライオンズ松井がダブルスチール。これ僕はね、値打ちあると思うんですよ。150キロの速球投手がね、はい、追ったボールでね、キャッチャーのあのイヴァン・ロドリゲスね、はい、彼はね、メジャーリーグナンバーワンの貢献、取って早かったですよ、さて同点になったんですけども、8回の裏に1点をまた取られまして、1点ビハインドで迎えた9回です。ワンアウト3塁1塁から古田、まあ、今シーズンいいことなかったんですけど、最後に良かった、良かったですね。これで8対8の同点に追いつきます。そしてその裏はこのシリーズ5回目の登板となります笹岡がメジャー打線を抑えましてゲームセット。スーパーメジャーシリーズ最終戦は8対8の引き分けに終わりました。結局全日本の2勝4敗2引き分けという結果となりました。さて途中怪我のため欠場もありましたが、イチロー選手はこのシリーズを振り返って次のように語っています。外野の守りなんかかなり前進してるじゃないですか、いつも、それに対してどんなふうに思われてるか。いや、それは悔しいですよ、悔しいですけど、超えないのは実際超えてないわけですから、その野球の記録の姿勢であるとか、まあ、技術的なこともそうなんですけど、やはりなかなか差はあるんじゃないかというのが実感ですけど、まあ、8戦を終えてですね、メジャーチームの4勝2敗2分けという結果なんですが、手塚さんの今日の試合を見て感じたことというのは、あのね、今イチローも言いましたよね、打球が飛ばないということで、メジャーの選手はなぜ飛ぶか、まあ、パワーもあるんですけどね、あのピアザにしてもですね、やはりあのポイントがね、これ松井なんですがね、ポイントが顔の前にもあるからね、飛ぶんですね、はい、僕もあの三村監督に言われたことあるんですよ、三村監督は全然僕ね飛ばないんですが、どうしたらいいですかねたら、とにかく練習からねポイントを前で打つような気持ちでね、あの行けと、ボール一つ前です、なかなかできないんですけどね。これピアザ選手片手で打ってるんですか、ね、はい、これね、よくね矢沢さんもね現役時代片手で打ってたんですよね。この辺どうですかね、解説してもらいたいんですよね。私に振ってきた、はい、矢沢さんとしては、いやね、あの状態の力がね非常にこの目立つようですけどね、あれこうやってあの追い込まれたりなんかした時にね、あのメジャーの選手でもまたあのジャイアンツの松井でもそうですけどね、下半身でね小刻みにねこうタイミング取ってるんですよ、やはり大きくタイミング取るバッターはなかなかああいうねちょっとした変化についていけないですね、だからピアザなんか見てもそんなに足を上げたりしないでしょ、腕がこう動いてるようだけどね、下もね小刻みにこう動いてる、だから変化にこうついて対応できるわけですよね、そういうところも注目だったんですね、はい。そしてですね、逆にメジャー選手に日本人投手について聞いてみました。Everyone I see, they throw hard.
go back and ball, good location. They know how to pitch and they're really intelligent to be outside, inside, using fastball, breaking ball. I mean, they know how to pitch very good.班長さん、ガララーガ選手にこういう褒めてもらう言葉が、ナショナルリーグのね、今年の二冠王、はい、ホームランキング、はい、打点王ですよ。だけどね、今年の日米この野球ね、はい、一番やっぱり僕が印象に残ったのはね、僕は正直言って中学生の時からずっと日米野球見続けてきてる。すごいですね。その中で、はい、その中で最高、はい、これは、はい、だってね、ね、8試合中ね、大入り袋僕は3試合もらった。大変なことですよ。それでしかもね、それだけお客が集まったってことはね、やっぱりそのアメリカの選手がよく言われたでしょ、そのね、安田さん、あのなんていうかオフのそのなんてね、ちょっとこう観光気分できたりするケースもありますよ ね、 そういうケース、まあ言われたことあるでしょ、そんなあれが全然なかった、本当にね、今回はね、ぎっちり詰まってるからね、観光する時間なんてもう本当にわずか1日とかね、そんな状態だった。それはね、野茂がね、向こうで16勝を今年上げましたでしょ、そういうね、やはりね、この日本の野球のこのレベルの高さっていうかね、そういうものを意識した、そうそう、この日米野球だと思う。だから相手もね、真剣にぶつかってくる、当然日本も真剣にぶつかってくる、まあ言ってみりゃそのね、武蔵と小次郎のその巌流島みたいなね、こうものすごいね、プレッシャーというかね、そういう感じがね、ダッグアウトで見られましたよ。だから僕はこれはね、これまでの最高のシリーズだったと、お客さんも従って集まったとこう言いたい、ですね。そして対戦した日本人選手も、達川さん、これ売るものいっぱいですよね、はい、ありましたですね、今まあちょっと振られたんだけど、考えたことちょっと言いたかったんですけどね、はい、はい、言いたいです。あのフィルダーとかね、あの帰ってからね、日本で学んだとかね、フランコなんかでもそう言ってるでしょ、それがやっぱ浸透してると思うんですよね。だから日本に、だから向こうから来て日本へ来たでしょ、はい、来て戻った人がね、またあのメジャーで活躍してる、特にあの変化球打ちなんか上手になってるからね、そういう意味で日本のレベル高いよということでね、結局フィルダーなんか日本ダメだったでしょ、はい、でもこれからね、これから日本のピッチャーもね、チェンジアップはやっぱ覚える必要ありますね。あります、あります、ね、速球の間でスポーンと落とされると、いかにメジャーリーグのバッターが何で手もなく空振りするのかというね、それが分かってくると思うんです、だから最初松井君なんかもね、やっぱりそのね、チェンジアップに苦労してましたよね、まあ、とにかく本当に見どころ十分のスーパーメジャーシリーズでした、